ちょうど10回目に、なりました。今日のテーマはですね、私あの1月にあのスーパーギタリストのね、大橋隆さんというすごい方見えまして、その隆さんのツアーで、ロックミュージシャンたちと一緒にブルースのライブをやるというね、経験をしまして、昔のね仲間がまた集まってやったんですけど、それ以来ね、またあのメラメラとこうブルース熱ね、ロック熱がガーきまして、ということでブルースを語るにはやはり専門家の力を、借りなければということで、あの方をお呼びしました。少々お時間いただきます。ブルースハーモニカ奏者のハモさんです。よろしくな。俺がブルースハーモニカ奏者のハモだ。ありがとうございます。ね、2回目の、ね、ハモさん登場になりますね。前回もね、ハモさん出ていただいて、もういろんな方からね、ヒロシやっちゃったなと、やりやがったなという意見をいただきました。ね、じゃあハモさん、今日もね、またブルースのことをいろいろ教えていただきたいと思います。うん、何でも聞いてくれ。はい。ね、またこのハモというね、謎のブランドですけどね、谷口楽器でも多分この、ハモというハモリが売ってないと思いますけど、よろしくお願いいたします。今日ね、実はハモさんに教えていただきたいことあるんですよ。なんだ、ブルースのことか。まあブルースのことといえば、ブルースのことなんですけど、ブルースのね、ハモさんがなんかペルペルと喋った後にプッププって吹くじゃないですか。さっきもやってたじゃないですか。なんか喋った後にプブブ、あ、ブルースフレーズのことか。どう吹けばブルースフレーズなんですか。どう吹けばというよりはブルースフレーズの意味を知ることが大事だ。ブルースフレーズの意味、意味というと何ですかね。つまりブルースフレーズというのは会話になっているんだ。わかるか。会話、音楽は会話とかね、そういうやつですか。うん、そういうやつ。その中でもブルースフレーズは最も分かりやすい会話である。つまりこういう気持ちですよ、こういうことを言いたいですよ、こういうことだ。なるほど。ふわふわーっていうのはこういう気持ちのところですね。でプップップっていうのはですよということですね。その通り。つまりふわふわという部分が言葉にはできない自分の気持ち、自分の言いたいこと、ポリシーなどですよということは、そこはただの文法に過ぎない。つまり自分の言いたいことはこういうことですよという一つの形式になっているんだ。わかるか。ああ、なるほど。ちょっとやってみますね。ハモさん聞いててくださいね。こんな感じですか。かなり違うけど、まあそんなところ。一番違うのはこういう気持ちという部分が重たくない。重たい、重たい。あ、情熱的ってことですか。うん、そのようなこと。こんな感じだ。わかるか。要はメリハリだ。こういう気持ちという部分がぐーっですよは軽い。こういうメリハリが大事なんだ。ああ、なるほど。うわーっていうところを、まあ、頑張ればいいんですね。ああ、ちょっと違うんですね、ハモさんね。どうすればいいんですかね、その重たい音っていうのは。つまりベンドをすればいいんだ。ハモさん、ベンドをすればいいんですか。なるほど。まあ単純な話ですね。そこにベンドをした音で、
まあ情熱的に吹けば、ブルース・フレーズになるよと。その通り。ああなるほど、そうですね。そこにベンドをすればとりあえずブルース・フレーズっぽいですね、うん、こういう気持ちですよ。これだ、いいか。ああ、わかりました。まああとはバッと決め台詞を言ってね、うん、なんか虎穴に入らずんば虎子を得ぞ。どうですか、アムさん。100点満点中26点じゃあな。またな。あれ、ハモさん、ハモさん、あれ、ハモさん、ハモさん、ハモさんね、ハモさん忙しい方なんで。またね、なるほどね、こういう気持ちですよ。なかなかいいですね、これね。よし、じゃあ僕もこのハモさんのね、ブルースフレーズの真似をして、ちょっとブルースが吹けるようになろうかな。いただこうと思います。ちょっと手でビブラートしてみよう、あ、やってみようかなと思うようなとっかかりやすいものでした。今回はちょっと厳しいです。さっきね、ハモさんも言ってましたけど、ベンド、音を落っこどすあれです。はい、まずですね、このテンホルズハーモニカね、基本的に吸うことによってベンドします。はい、まず吹くっていうことはまず忘れてください。一回吸うことだけで話聞いてくださいね。はい、で今までもね、ベンド今までトライした方、なかなかうまくいかなかった方多いと思うんですよ。でね、まずうまくいきやすい方向から練習してください。はい、まずね、ベンドという技術は2つの技法によって成り立ちます。1つは、1つの音、1つの音だけをまず正確に出せること、うん、例えばいっぱいの音鳴っちゃってますね。こうじゃなくて1つ1つの音を正確に吸えること、他の音が混じってなくてね。はい、次、それから息のコントロール、息の強弱です。これができることによって初めてベントってできます。はい、一つの音だけを正確に出せる、そして息の量を調整できる、この2つでベンドは成り立っています。ね、音がフィヨーンと落っこちます。はい、で音が落っこちるってまあどういうことなのというと、簡単に言えばピアノとかね、キーボードが近くにある方は、例えばこの1番の音を吸うとレの音が出ます、うん、レの音が出ます。で、レの音の隣に黒鍵盤ってありますよね。それがレフラットって言って半音低い音になります。白鍵盤の音はこれです。隣の黒鍵盤の音これです。白鍵盤、黒鍵盤、白鍵盤、黒鍵盤、これがこれです。はい、一番落っことしやすい音は実はこの一番の音になります。はい、人によってもね、個性あるかもしれませんが、とりあえず私の教室でも一番成功する確率が高いのはこの一番下の音です。はい、で一番下の吸う音、レの音、うん、これからやってみたいと思います。はい、それで、まず1個の音がね、きれいに出ないと始まらないということで、今回ももしできない方は無理をせず、セロハンテープに頼ってくださいね。で今回ね、カメラにちょっと映んないので、またビニールテープでやりますけど、剥がしやすいようにね、端っこで丸めておくと便利です。はい、でね、2番から上の音を今隠しました。つまりこんなハーモニカできるんですね、こんなハーモニカ。もうここしか空いてないです。うん、もう、ね、もう逆さまにしたって、この音しか出ないです。はい、この音しか出ない今ハーモニカを作った状態で、あとは息の調整だけやってください。まずこの1個の音しか出ないハーモニカで力強く吸うと単純に半音落ちます。ね、ギュッてやってる時に力入れてると思ってください。はい、でこれでもちょっと落ちないよという方はちょっと考え方を変えてもらって、
スピードを速くする。時速5キロで吸ってたものを時速15キロで吸い込むというふうに考えてみてください。同じことなんでね、強く吸うってことと速く吸うってことは同じことなんで、速く吸う、例えばね、あの友達同士でちょっとマクドナルドでなんか飲んでたとしますよね。その時に俺先行ってるからじゃあなって言う時、あちょっと待ってよって速く吸うじゃないですか。あれと同じです。通常のって吸う速度より急いで吸うと、これが速く吸うってことです。この方向でいければベストです。でこれじゃ全く変化ないという場合はあんまりいいやり方じゃないんですが、ちょっと乱暴ですけどね、ここ首をこう締めないでこう上げてほしいんですね。ここのちょうどねベロの根元の筋肉に当たるところをガッと押し上げてもらうと口の中のベロの位置が変わるんですよ。でこれによってベンドという現象が起こりやすくなります。こういうことです。非常に機械的です。で、できない人ももちろんいます、うん、でこれでまた落ちればね、これまためっけもんで、こうじゃないですよ。首締まっちゃうんで、輪島がねプロレスラーになった時のゴールデンアームボンバーってガッとありましたけど、ああいう感じです、ね。余計わかんないかもしれませんが、試していただいてね、こうグッと上げるような感じ、はい、息でやってね、この手本のサーモニカやめちゃうよっていう方ってね、このベンドができなかったって方ほとんどなんですよ。でそれとってもったいないんですね。で僕が今お会いしている方々でもやっぱり苦労した分だけね、できる方、できるようになった方多いんですよ。なんでちょっと苦労していただいて、でね、どうしても一人じゃできないって方は私教室もやってるんでね、ぜひ気楽にね、来たよって言っていただければね。でこのね、あの間違えた、気楽にって言うと本当にあのこんにちはっていう人いるんで、こうキュッとね襟を垂らしてね、来ましたよと、真面目に来てくださいね、そういう場合ももちろんお教えします。なんかブルースの、熱い曲で終わりたいと思います。ブルースの、ね、ライブやるとエンディングはね大体この やる曲決まってるんですよ、マディ・ウォーターズのガトマイ・モジョ・ウォーキングっていう曲をやります。でこの曲ね当然あの歌の曲なんでハーモニカだけで吹く曲じゃないです。ね、しかも今ギターもベースもドラムも何もいないんで、ちょっとイメージ違うかもしれないですけど、よろしくお願いします。ガットマイモージョウォーキングです。